オーストラリアガマぐちヨタカの頭蓋骨。眼下にある骨の輪が胸膜輪胸膜輪、または胸膜板は、脊椎動物の眼球に発達し、胸膜を支持する骨質の臨場構造物。他に、胸膜骨管という表記や、胸膜には胸膜という表記もあるので胸膜輪と書かれることも、ある。脊椎動物の進化の中で、多くの系統で骨組織、または、 軟骨組織で眼球を支持する構造を発達させたものが現れているが、哺乳類と炎孔類においては、そのような構造を持つものは知られていない。原生の動物で、鏡膜ンが比較的よく観察できるのは、蒸気類、爬虫類、蝶類などである。しかし、両生類も、その化石種では、多数の鏡膜ンを持つものが存在した。また、 爬虫類の中のグループでもワニ目、ヘビアモク、ミミズトカゲアモクには存在しない。デボンキのフシクビメ魚類ダンクローステウスの眼下。4枚の骨片ペンが見える。より小型のフシケイ類であるコッコステウスも似たような4枚の骨片ペンを持っていた。鏡膜リムを構成する骨は一つの場合もいくつもの、小片からなる場合もある。構成骨数には、その種によって大きな変異があり。 化石両生類には20個もの骨からなる胸膜林を持つ者も,もいた。原始的な魚類では4個の骨から構成されるが、原生の蒸気類では1個または2個にまで減少している。多数の小片が集まっている場合、隣同士の小片は、その一部が重なり合うことによって繋がっていき、全体として和を形成する。そのため、各小片は中央部が最も厚く、 重なり合う両辺円に向かうに従って薄くなる。形成された胸膜輪はおおよその形状として背の低い円錐台の側面を構成する。しかし形状においても変異は大きく、詐欺類のようにほとんど平面をなすものから、袋類のように円筒型に近い形となるものまで様々である。胸膜輪が発達している動物は眼球が球状でないことが多いことから、 胸膜ンの機能は眼球の形状維持であろうと言われている。内圧によって球状になろうとする眼球を胸膜ンの高構造によって本来の形状を保持していると考えられているのである。オフタルモサウルスの胸膜ンは動物界で最大のものの一つであるまた、魚竜は体との比率から言っても巨大な目と発達した胸膜ンを備えているが、これはその防水系の体表面において、 遊泳時に位置によって複雑に、制圧、負圧のかかり方が異なり、他の動物と比べても大きな目はその圧力変化の影響を受けやすいため、胸膜林の有用性が大きいという観点も存在する。巨竜と同様に水中を流線型の体で進む大型動物であるクジラ類は、哺乳類であるため胸膜林こそ持たないが、膜部組織の非効果や効果によりやはり、 非球系眼球の形状を維持している。動物の行動はその非周期活動すなわち1日の中で主にいつ活動するかによって、主に日中活動する中高生、主に夜間活動する夜行性日中、夜間関係なく必要な時に活動する周期行星、夜明け前と日没直後に行動する白明白母性などに分けられる。 これらの動物の目はその環境での光量の多さに、従って、明るい場合は絞りを絞った状態、暗い場合は絞りを開いた状態、など、その生活に適した、エフチを持つような構造になっていると考えられる。シュミッツとモダニの2010年の研究では、日周期活動がわかっている、原生陸上有用膜類の眼球について、眼球直径、眼球長、 最大動向形などの数値を計測して解析したところ非常に明確にその動物の非周期活動を予想できることが判明した。鳥類の眼球内の胸膜輪の位置を示す図。胸膜と角膜の境界付近にあるスクローラティックリングが胸膜輪さらに彼らは同じ論文で胸膜輪の外形は眼球の大きさに胸膜輪の内径は 水晶体系に高い相関があることが知られており、60か251種線4 9 9標本の地上成長類の胸膜林から得られた外形と内形の数値からも、同様に角度の高い非周期活動の予測が可能であることを示した。これは単純化していえば、夜間活動する動物は目に入る光量を多くするため F 値の小さい目、つまり、 胸膜輪外形に対して内径の大きい目を持ち、明るい時間帯に活動するものは、その逆で胸膜輪外形に対して内径が小さい、f 値の大きな目を持つということである。眼球そのものは難組織であるため化石化した場合、基本的に保存されないが、胸膜輪は骨性のため化石に保存されることがしばしばある。2011年にシュミッツともには、 上記で得られた成果を化石動物に拡張し、33種の化石種流類についてその鏡膜輪による日周期活動の推測を発表した。以下はその一覧であり、左から学名、その動物の生態、彼らの推測する日周期活動を記している。これらの結果から、捕食者に夜行性、周飛行性が多い、飛行者の中高性の割合は、 地上生活者よりも多いなどの傾向は、原生食肉目、原生非鉱石水動物と共通であるとし、これまで一般的によく言われてきた中生代において、主流類は中高生で哺乳類は夜行性だったというモデルは必ずしも正しくないことが示された。ありがとうございます。